ありがとうございます。今日も一日お疲れ様です。こんばんは。今さっきメール送ったけど多分届いてないです。ほんまじ今さっきだから。うん、息とハートとだるまありがとうございます。ひよこもありがとう。クリコン PR 舞台当たった。今日当落じゃ。クリスマスコンサート皆さんどうですか。国文化祭見てます。ありがとうございます。嬉しい。お、行くって言ってる人もいる。3つ嬉しい。全部だ私が出るやつ。ダルマもありがとう。海もありがとう。うん、スタンディング。ありがとうございます。待ってますよ。嬉しい。 PR 舞台ラストですからね。ありがとうございます。インフルエンザのワクチン打ってない。ちょっと体調が悪いので一旦 NG になってます。打ってないです。ありがとう。ラブレターもありがとうございます。ね、気をつけんと。マジ免疫が落ちてるだろうなって思うしね。ありがとうございます。メリークリスマス。ありがとう。いや大丈夫ですよ。本当にラスト？え、ラストって書いてなかったっけ？あれ書いてないか。書いラストだよ。ありがとう。3時間ぐらい早くない？なんでみんな11時とかの方が嬉しいの？出た。ありがとう。うん、長時間やらないです。すいません。体調が結構もうしんどくって、ていうかなんかこのショールームであんま咳をしすぎたら配信やめないよみたいなの来るのがもう嫌なんですよね。嫌なんでもう早めに終わります。たまごっち大きくなったって言ってたよ。ちょっとお姉ちゃんにちょっとさっき会ったんですけど、長引く。いや今日病院行ったんですよ。もう薬漬け。ありがとう。行きました。もう病院に行った方がいいよみたいなコメントめっちゃあったんですけど、行ってたんですけど別のとこにも行って、早よツイートしなかった。今日あれしたっけ。私最近早よツイートできてない。
した気がする。ウキありがとうございます。行きました、行きました、病院行きましたよ。だマイコプラズマ肺炎じゃないよ、もう見えない、本当に今日もう本当に毎日ここのコメント欄にはお医者さんがいっぱいいるんですよ。君はマイコプラズマ肺炎だよみたいな、もうすごい、もう丸々だよ、もう丸々だよみたいな。違う、もう違いますよ。肋骨大丈夫？大丈夫。うん、大丈夫です。ありがとう。喉、いや喉がめっちゃ痛くって、なんか咳のしすぎなんですよ。喉が痛いじゃなくて、咳しすぎて喉が痛いみたいな。そうそうそう、でもめっちゃ元気よ。ありがとう、心配してくれて。本当にありがとうございます。すいませんね。ありがとう。いや今日も病院行ったけど、ただの喘息って言われたから、うん。うんって感じですけど。福岡行けるの？意地でも行きます、行ってやるぞ。いやでもあの咳止めとかもらったんで、どうにかなるかなって。なんかさ検査したんやけどさ、病院でなんかさ鼻をつまんで、でなんかこんななんかパイプみたいなのを加えて、でこうハッハッてする、あのもう口呼吸だけでなんか息のなんかいろいろなんか検査するやつやったんですよ。鼻つまんでなんかクリップみたいなんでこうつままれてハッハッってやって。マジで本当に辛すぎて、もう犬みたいな、もう痛くない、痛くない、全然痛くないけど、そのなんか咳が出るけさ苦しくてさ、レントゲン撮った、レントゲン撮った、入ってこうやってピタってくっつけて、で吸って、止めて撮りますみたいな。肺の撮影会。
まとう。ありがとう。うん。今日そう撮影、いや今日は撮影してたんですよ。そうだから髪の毛巻いてる。撮影してたんですけど、あの病院でも撮影会。ありがとう。撮影する時のメイク薄めになるの、なんかラメ使っちゃダメっていうルールがありますね。だから、まあ、あんま普段別に私ラメそこまでのせないんですけど、うん、ラメつけてない。キラキラダメ NG、 キラキラ NG。 なんかカメラで撮った時にキラキラが反応してなんか白く飛んだりなんか変にちょっと映ったりするらしいから、撮影の時はキラキラつけない方が可愛く盛れるみたいな。Thank you。 ありがとうございます。お姉ちゃんがカタカタしてる。結婚してありがとう。なんかね、朝ね喉がすっごいガラガラだったんよ。もうマジでねガラガラすぎて本当に。でそれでね仕事行ったっけね、もうマジでねいろんな人からね大丈夫その喉みたいな言われてね、マジで今でも回復した。ガラ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 。まあ元気です。乾燥したんかいね、分からん。ケンさんありがとうございます。でもねあんまりねなんかね咳良くなったねとかね言われたらね悪くなるんですよ。なんか咳のことを思い出しちゃってむずがゆくなってきてうっみたいになるから、忘れさせるのが一番いいって思ったんですよ自分の中で。咳はもう出といてももう無意識に忘れておこう。え、そうそうそう、なんか触れられるとまた思い出しちゃうってあみたいな。だからそうあんまり気にしないようにしてる。出ても別に気にしないし。うん大丈夫だから。うん、やった、あのお手紙。ありがとうございます。気持ちの問題、気持ちの問題だけでもないけどね。まあね、まあ病は気からと言いますから。ありがとう。歌ってる時咳出ないでしょ。いや出るよもう。あの1小節ごとぐらいに、1小節ごとぐらいに咳を出しながら歌うっけ。咳入りソング。
メール来た。あ、私がさっき送ったやつや。映ってないの？いや、風じゃない。え、風なんかな？私、風じゃないです。安心してください。いい質問どうもありがとうございます。まだ来ない。え、なんかまた、まだ来ないぜと、来てるぜがいる。あと、たまごっちのことめっちゃ来るけど、私、たまごっち、私のじゃないんよ。お姉ちゃんのなんよね。やばい、喉が変になった。チューニングしまーす。ダメだこりゃ。ダメだねー。うるさい、ごめん。喉が、ごめんねまだ消えない夢の歌唱えて、君がいつも歌う怪獣の歌。ガラガラになりました。え？何？元気？あ、元気よ。元気なのにさ、喉がさ、あとありがとう。今日はいつもより早い配信。じゃあろう。起きとった？おはよう。ご飯食べた味、味するわ。味めちゃくちゃする。もう何でも美味しい。本当に。悩み。何でも美味しいのが悩みなぐらい。ご飯が美味しい。声変わりしたの、そうなんですよ。成長期来た。初見さんありがとうございます。かわいい歌声だったのに。いや、ちょっと待って待ってよ。私、一生この声じゃないよ、別に。ハスキー？ほんと、喉仏できてない？ない。
イケボ、嬉しい、イケボって言ってくれた、クマありがとう。いつもにましてセクシーです。嘘や嘘や、それは今日ね、これね見て、セットアップ、ジジありがとう、あ、出たっすいいじゃろう。似合う、ありがとうございます。ハートもありがとう。寒くて寒くて裏起毛なんですけどね、これを脱いだらね、黒い T シャツ着てるんですけど、ちょっと待って、喉がやばい、助けてー、なあ、ダメだ、これはダメだ、俺もう喉限界来とるわ。ああ、ないもの、ないもの。そうそうそう、これ、マジうまい。いちごの、ごぼの紅茶。これ、これ、飲む。おいしい。これ。大丈夫？大丈夫よ。金銭で元気よ、美味しい、これいちごの味めっちゃする、この熊本県産ゆうべに、ありがとう。泣き声でいいよ。何？配信？うん。ふん。泣き声。あ。ふん。あ。ふん。ふん。ふん。ほん。ああ。あ、でも今大丈夫。うん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 。チューニングセンターね。これね、フードもある、あっとすいません、どうもありがとう。グレーって最強だよね。ラッパーね、私ラッパーの真似できるから、
ダンスの先生に教えてもらった。ラッパラッパー教えてもらう。そうなの。ラッパーできません。うまい。ありがとうございます。ねえ。ありがとうございます。ふえん。ジャケンさんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。応援してありがとう。いやね。まあ大丈夫でしょう。どうにかなるでしょう。結婚してありがとう。ロイヤルマッチやってるよ。毎日日課に。毎日、うん、できてない日もあるかも。やってるよ。3500レベルぐらいまで行きました。私ロイヤルマッチプロプレイヤーなんで。マジで。ロイヤルマッチで食べてない。いやー食べてはないんですけどね。やった。すいません、戻ってきました。本当ありがとう。すいませんね、本当に。なんかさ、あの世の中には不快な音があるじゃないですか。多分不快な音に入る。これは本当にランクインします。ごめんなさいね。30分、うわ、そう、30分経った。じゃあ壇上呼ぶ。え、そんな経ったん。あ、そんな経ってた。じゃあ壇上呼びます。やばい、時間めっちゃ忘れてやっとった。ねココさん、うわ、なんて読むんじゃろこれ。NCSWYC さん。あー、誕生変わった。待って、マサさん、ハヤリンゴさん、クマネパパさん、カッセイさん、キナペコさん、ミヤビさん、ミキーさん、フクタロさん、ピロミーさん、ニャタロさん、ターさんさん、ポンタさん。あ、 NCSWIC、 あー、タラコアバターを着てるそこの君、なんて名前なんだい。ありがとう。
ありがとうね。こうしてありがとう。ごめんね、マジで。すいませんね。ありがとうございます。私は今からご飯を食べます。まだなんですよ。ありがとうございます。並べていきます。ありがとう。3、2